この上の方にローダーがありましたと。こうしてこう、あれ、いけないいけないが、あれ難しいな、意外と。こうすればいけんのか。よし、まあ、この他のこう左右の部屋に行く必要はないよね。さあ運ぶよさあ修道ロボットが戻ってくる前にビショップを外に運ぼう。大丈夫か。あれ、戻ってきたかも。何、え、そっち。ついに侵入できたぞ。作戦成功だな。おい、お前たちのせいでビショップを離してしまったじゃないか。船長、あいつらついてきてる。衝突します。無念です。ああ、鳥になった。あれ、靴はどこ行った。下に誰かいる。あ、ビショップがあそこの崖に。下には深い穴が。すぐ助けるから、そこに捕まってて。緊急事態発生、エマージェンシープロトコル。お互いお互いエマージェンシープロトコル。今私なんて言った。なんだこの違和感は。どうしたどうした。面白い。メモリの奥底にこんなプログラムがあったなんて。レスキューチーム、コレクトビームを発射してあのロボットを救うぞ。我々もやりましょう。エンジニアチーム、コレクトビームの発射準備を。何、レスキューチームだと。そうだ、思い出してきた。さっきの衝突でビーム砲が壊れちまってる。修理が必要だ。え、我々がエンジニアのチーム。でもなんだか馴染みのある響きです。大変です。ビーム砲のレンズがまた汚れてしまいました。これは特別なものを使わないと落ちない汚れです。石鹸とかがないと。困りました。石鹸を切らしています。どこかにありませんかね。みんなでビショップを助けよう。教団とか海賊とかどうでもいいよ。みんなで今すぐコレクトビームを作動させるんだ。修理しなきゃねと。石鹸、石鹸、ああ、団員に修理が得意なやつはいねえ。それにこの修理はお前でも難しいと思うぜ。俺たちにできることはアイテムの支給ぐらいだぜ。バッグを開いて S をしてくれ。ビーム砲を使ってあのロボットを持ち上げるにはレンズのクリーニングをしないと無理です。しかし石鹸は切らしていますし、どっかにありませんか。機械を修理する画面で E を押してください。うん、なるほどね。石鹸なんて持ってんの。
漢字文字化けしてる喜んでうまく使えよ。それは石鹸ですか。しかもとても良質なものですね。これは驚きました。いただいてもよろしいのですか。ふむ、この石鹸は本当に海賊が持っていたものですか。これほどアイテムを持ち合わせていたとは。レンズのクリーニング完了しました。コレクトビームいつでも発射できます。我々は窮地のロボットを救う義務があります。放て。もう少しですのに、あのロボットの重量的に持ち上げるのは無理です。もう一つコレクトビームが使えれば。もう一つ、それどうやって修理する。あ、これか、ビームジェネレーター。破損したレンズ。君の知識では到底直せないよ。まあ、これもエンジニアを呼んでしまえば。修理お願い。喜んですぐに終わります。すごいな優秀なエンジニアだね。ビーム砲が治ったぞ。見てみろ、完璧に治ってる。良くなってるじゃねえか、前よりも。教団の堅物がやったのか、ここまでやるとはな。よし、ビームであのロボットを引っ張るぞ。用意、撃て。ちょっとくすぐったいよ。あ、これこそが破滅の愛具。下は絶望の底なし穴。僕はその上をふわりと舞う花びら。ナイス。イールグルゴ着陸。アイスクリームおかわり。何言ってんだビショップは。レスキューチーム任務完了。任務成功。エンジニアチーム救出完了。そうだ、私たちはレスキューチームだったんだ。我々はエンジニアチームだったじゃありませんか。今思い出しました。私たちはもともと仲間だった。そうですとも。あなた方の救助はとても勇敢でした。そっちこそ圧巻のビーム砲の修理だった。おばあちゃん、そのワニ帽子似合ってるねビショップ一回黙っててもらえる。このロボットたちもグランドロストの被害者だったんだね。あ、そういうことか。私たちは勘違いしていた。お前たちをツールを独占する堅苦しい頭でっかちだと思ってた。我々もです。騒ぐことしかできない蛮族だと思ってました。今一人のロボットを救ったって感じだぜ。ん？救って感じたぜ、生きがいってやつを。喜びもありました。記憶も目的も失った私たちは放浪することに幸せを見出していた。我々も目的を忘れていました。正しさを追求することのみが道理であると信じて疑いませんでした。私たちの目的は同じだった。それなのにお互いの価値観の違いにとらわれていがみ合っていたんだ。我々はバラバラでは不要な存在です。でも力を合わせればこの世界をうまく回すことができる。勝利、ソースをかけて召し上がれ。何でも修理しちまうとこ、ずっと前からすごいと思ってた。そちらこそ危機に瀕したロボットを見捨てなかった勇気に賞賛に値します。あんたらの細かい気配りには驚かされたぜ。ファンになっちまった。そちらこそ早急に救助をもういってお互い褒め合うのもういって。救助を行える勇敢さは素晴らしかったです。一度壊れた関係ですが、まだ修復できるでしょう。世のため、ロボットのため、共に活動してまいりましょう。あ、それじゃ仲直りの握手だ。これは友情の証です。なんだかバラバラだったパーツがカチッとはまったような感覚ですね。ビックス、世話になった。お前のおかげで私たちは再び一つになれた。これ以上嬉しいことはない。ありがとう。もうお前を襲ったりしない。ツールはこいつらと分け合うことにするよ。もうツールを独占することはない。我々も機械をいじるあなたを魔を罰したりしません。でもこれだけは覚えておいてください。修理が必要な時は我々がいると。
それはすごくありがたいよ。ところでビショップのことだけど、どうして彼をこんなところに閉じ込めていたの？昔彼を見つけたのはこの神殿の中でした。そこで震えていた彼はまるで地の底の墓にいるような感じでした。我々は彼がこの星の頭脳であり、我々のチーフであるビショップさんだとは気づきませんでした。ただ記憶を失った哀れな老いたロボットだと。絶望感が消えない彼の不安を和らげるには、機械の修理をさせるしかありませんでした。忙しさで不安を紛らわせるしかなかったんです。ビショップさんがご主人とまた一緒になれるなら、喜んでお手伝いさせていただきます。すごく助かるよ。運ぶには重すぎて困ってたんだ。じゃあ修理できるってこと？さあ、ビックス、ブラインのオフィスに戻ろう。ブラインならビショップをなんとかできるかもしれない。あ、修理はできないんだ。ビショップも無事ここに戻れたし、いよいよカラメルでの仕事を終わらせて家に帰れるかな。そのためにもデンジャラシの対処法をビショップから聞きたいんだけど。ビショップ、帰るのが遅くなってごめんね。ブライン様、僕は5番テーブルダブルマカロニです。この星の周辺で起こっているデンジャラシの対処法を一緒に考えてくれないかな。今頭がぐちゃぐちゃになってて、でもなんとか。見て、子犬が宙返りしてる。必死に抵抗しながらニューロンの再構築をしているのでしょう。ビショップ、無理しないで。今このままでも大丈夫。またここで一緒になれたんだ。これからもずっと一緒にいようね。ブライン、やっとわかったぞ。お兄ちゃん、何が？内なる怒り、そして憎しみ、その虚しさを。それは今まで挑戦したエソテリック解析学のどんな難問よりも難しかった。心の奥底で多くの矛盾や変数をはらんでいたからだ。しかしその解は至って簡単だったんだ。私はブラインのことを世界で一番大切にしていた。お前の純粋で美しい心を守りたかったんだ。お前は優しさと思いやりで世界を変えられる子だったから。しかし、あるおぞましい夜、私は残酷で凶暴な真の悪を見た。それ以来その記憶に苦しめられ、自分の信念を固める源となった。この記憶は夢の中でも襲ってきた。そして私は自分の決意が揺らがぬようドリームテープを何度も何度も再生した。こうして自ら憎しみを増殖させていたんだ。私はこの憎しみを忘れたくなかったんだ。あの純粋なブラインが心ない凶暴な悪魔になるとはみじんも思わなかった。それでも私はスプライスを受け入れることはできなかった。私の方程式は間違っていた。私が絶対値だと思っていた。それは変数だったんだ。スプライスが残酷を生むのではない、他人を憎む哀れな心が生み出すのだ。あの時スプライスの連中にひどい目に遭ったからといって、大切な弟の人生を壊していい理由にはならない。私は大バカだった。分かっていたはずなのに、ずっと見て見ぬふりをしてきた。ブライン、私はお前が一番大変だった時に背を向けてしまった。私は今までスプライスを認めなかった。そのスプライスに命を救われた後も私は愚かだな。それだけではなく、自分と弟の命の恩人まで襲ってしまった。いかなる理由でも許されない侮辱だ。弁明の余地などない。謝罪をさせてくれ。本当にすまない。自分のしてきたことをしっかりと悔い改めるよ。生涯ずっと。お兄ちゃん、答えを見つけられたんだね。僕は信じてたよ。チーン。パイができたよ。顔が元に戻ったっぽい。記憶が元に戻った。ブライン様、お戻りになられたのですね。大変心配しました。あれからブライン様に言われた通りに過ごしていたのですが、先ほどまで頭の中が圧力鍋で圧迫されたかのような感じがして、僕がひどいことをしてしまったから。もう気にしなくていいよ。こうしてみんな無事だしさ。それにほら、君は僕のためにすごいものをたくさん作ってくれたじゃないか。楽しい思い出だらけだよ。ビショップ、天才エンジニアの君に聞きたいことがある。
電磁嵐の対処法を知らない？さすがのお兄ちゃんでも。アルトゥ、あら、お許しください。僕は本当に卑劣なロボットです。僕はクズです。ん、どうした？ビショップ、ねえビショップ、震えてる？ビショップを正気に戻す。一体どうしたんだ？ビショップが何か落とした。あ、ドリームテープ。ビショップデリート。なんかやったのか、ビショップ。再生して内容を確認してくれる？何か手がかりがあるかも。あそこのドリームプレイヤー使っていいから。ビショップデリート。ビショップか。自我の読み込み完了。ビショップ、ビショップこっち来てくれる？はい。待ちきれないよ。貨物船に乗ったお兄ちゃんがもうすぐやってくるなんて。お兄ちゃん、僕たちが作ったものを見たらびっくりするかもね。びっくりするあまり飛び跳ねちゃうかも。あ、心配しないでビショップ。君の気持ちもわかるよ。でも前にも言ったでしょ、僕はお兄ちゃんを恨んでないよ。だから君も恨まなくていい。確かにお兄ちゃんと僕の関係はいびつだったよね。でも1週間前お兄ちゃんからメッセージが来た。ここに向かってるって。心の底から嬉しかったよ。いろいろあったけど、また一緒に暮らせるんだ。早くチェックしなくちゃ。コンピューターを確認して、大事なメッセージが来てたら教えて。いい？ん？燃料バルブ。違う。コンピューターどこ？これか。カラメルについた。今軌道上で待機中。重要、着陸地点を教えてくれ。早めの返信を待っている。あの忌々しいアルトゥールじゃないか。こんな短い内容でもあいつの傲慢さが現れてるな。アルトゥール、貴様のせいでブライン様は地獄に落ちた。貴様のせいで今までの生活と家族を捨てるしかなかった。ブライン様がスペーサーになって地球から一番遠い星の任務に志願したのは貴様から離れるためだったんだぞ。それなのにここまで来て、またブライン様を苦しめるつもりか。ふざけるな。貨物船から出られないようにしてやる。そこで眠っとけ、永遠に。迷惑メールに設定しました。これであいつからのメッセージは届かない。もうブライン様が頭を悩ますこともない。ここカラメルで僕とブライン様は穏やかに過ご。ビショップ、何の通知だった？ただのアップデート？そっか。お兄ちゃんからのメッセージが来たらすぐに教えてね。あー、楽しみだ。どうしたの？顔が硬いけど。あまり気負わないで、大丈夫だから。そうだ、ジャンボット作ってくれたんでしょ。早く見せてよ。きっとすごく楽しいんだろうな。ははーん。アルトゥールがずっと船の中に閉じ込められてしまったのは君のせいだったの？ビショップ。ビショップ、こっちに来て。大丈夫だから。お前のせい。流れ読んでよ。お前のせいだったのか、この鉄くずが。お前のせいでどれだけブラインが人生を無駄にしてきたか。もう許さん、粉々にしてくれる。お兄ちゃん、落ち着いて。かわいそうだよ。こんなに震えてるし、もうビショップは十分辛い思いをしたじゃないか。話を聞こう。ブライン様、僕はあなたを守りたかっただけなんです。申し訳ありません。あなたがスプライスになった後、アルトゥール様の態度はひどいものでした。もうあの時のような辛いブライン様のお姿は見たくなかったんです。もうブライン様に辛い思いはさせない、そう固く誓っていたのです。ビショップ、僕のことを思ってそうしてくれたんだね。いいよ、許すよ。私は許さん。まあでもそんな話はいい。
嵐だね、磁気嵐、電磁嵐か。を止めるのに力を貸してくれたら気が変わるかもな。はい、頑張ります。電磁嵐の一番最初の記録はベーシーに届いた気象情報でした。その時は月の軌道上でしか発生していなかったんですが、その勢いはだんだんと増していき、月だけでなくカラメルを覆うようになっていたんです。僕は電磁嵐の発生源は一つだと考えています。それは自然現象かもしれない、あるいは厄介な宇宙探査機、はたまた未知のワームホームかもしれません。いずれにせよ発生源を特定してそこに栓をするしかありません。嵐を消し去るんです。なるほどな、続けてくれ。アルトゥール様がこの星に来られる前、ブライン様と僕で強力なフィールドジェネレーターを搭載した人工衛星の開発をしていました。人工衛星はまだ未完成ですが、受信機として活用できます。あとはアルゴリズムの構築をして解析を行えれば嵐の中心を特定できます。ふんふん、なんだか聞き覚えがあるな。もちろんです、ブラインさんやビショップさんを探した時とほぼ同じ方法ですから。じゃあまた通信機設置しに行くの、これ。あその人工衛星のことだが、俺たちはもうそこに行った。二つとも起動してある。おお。でしたらあともう二つ起動しなければいけませんね。人工衛星は全部で四つありますから、マップに印をつけておきます。私はアルゴリズムの再構築に取り掛かる。おーい。いってらっしゃーい。ってことは人工衛星を起動するのが僕たちの仕事ってことか。うん、私も行ってきます。ビックス、ちょっといい？お兄ちゃんに言わないでほしいんだけど、実は体の調子が良くないんだ。人生のほとんどをあの宇宙船の中で過ごしていたからね。お兄ちゃんを探すためにずっと軌道上にいたから、なんだか眠たいよ。もしかしたらもうダメかも。ねえお願い、僕がいなくてもせめてお兄ちゃんだけは家に帰らせてほしいんだ。お父さんとお母さんにはこれ以上辛い思いをさせたくない。息子が二人ともいなくなったらもう。行ってらっしゃい、気をつけていくんだよ。まあ体調は悪そうではあったが、もうそんなに悪いんだ。こっちか。発進。まずこっち行こうか。衛星クラックルの起動。この人工衛星はクラックルフィールドを張ることができます。方法はメインコンピューターを起動するだけ。はーい。先開けないといけないんだ。でカメラで、ここから入れるかな。エレベーターハブ、ストレージ、ジェネレーター、メインコンピューターどこだ。ハブかな。誰隊員1ということは隊員2がいるな。ついにこの日が来た。ビーコン基地の隊員が来たぞ。って君は隊員には見えないな。この人工衛星を完成させる任務があるんだけど、あの電磁嵐のせいでエネルギーを供給するクラックエナジーが壊れちゃって、それ以来ずっと作業が進んでないんだ。メインコンピューターはどこかって、向こうのハブにあるよ。ほう、ハブですか。了解。うん、ジェットローダー。
なんじゃこれ。ジェットローダーだ。宇宙船の外でも操縦できるよ。へえ。ブラックホールに飲み込まれないようにね。はあ。ジェットローダー持ってくか、じゃあ。単位2だ。ハブ回転装置はハブの向きを変える装置だよ。エレベーターの行き先を変更することができる。これね。モジュール回転装置はモジュールの向きを変える装置だよ。エレベーターから入れる部屋を変更することができる。そう、ここすごく不便なんだ。こんなところ衛星に閉じ込められていたんだ。そりゃ参るよ。隊員5だ。隊員2はどこ行った。装置。ふむふむ、免許コンピューターの電源がオフになっているね。クラックルエナジーが壊れている可能性が高い。ジェネレーターっていう部屋があったな。多分これ西の方に。メインコンピューターの電源はつかないよ。ずっと前にエネルギー供給装置が壊れたんだ。発電室に行けば原因がわかるかもしれない。もうどうでもいいけどね。ハブを回転させ。ジェネレーターが壊れてるんだ。新しいクラックルエナジーが必要だと思う。今のやつはもう壊れてる。本来ならここにスペアが届くはずだったんだ。でも支給部隊が間違えて別の人工衛星に届けたんじゃないかな。この隣がストレージだからここにあるんじゃない？ストレージに。ということは？こういうことだね。ちょっと待って、上はなんだこれ。あ、上は、あ、なるほどね。別にいいか。ここに置いてあるものは全部不要なもの。スペースを取ってるだけさ。我々は今スペースにいる。だけどここにも小さなスペースが存在する。おかしな話だ。とにかくここのものは何でも持っていっていいからね。ダジャレ言ってた。あ、スナップエナジー。このスナップエナジーまるで新品だね。スナップエナジー、クラックルエナジーじゃないの。使えるかな。よいしょ。あ、そういうことか。もう一個人工衛星があるからそっちに届いてんだ。でこれは多分もう一個の方で使うエネルギーってことか。その可能性はある。その可能性しかない。一旦ここまでか。これはれんな、置いとくか。なんか別のとこ届いちゃったかもって言ってんのはそういうことだな。